砂漠の盾作戦の最中に活動するアメリカ空軍の F-15E 戦闘爆撃機砂漠の盾作戦は湾岸戦争の際に国際連合安全保障理事会がイラクによるクウェート侵攻を避難しサウジアラビアと湾岸協力会議諸国の防衛支援の段階において命名された軍事作戦である 国連安全保障理事会による1990年8月2日のイラクの即時撤退を求めるアンポリ決議660の採択によりアメリカ合衆国が非常事態宣言を下しアメリカ中央軍のサウジアラビア防衛計画を立てたことから始まる当初この任務においてアメリカ軍はイラクに対しほとんど効果を上げることができなかったため 国連安保理決議第665号が採択され、有志各国から軍隊派遣を行ったことから、イラクのクウェート侵攻に対する本格的な軍事的対抗が始まった。アメリカが国連軍ではなく、有志国家を募ったのは、他国籍軍の編成は、アメリカ独自では政治的にできないためである。アメリカは、バーレーン国内に軍司令部を置き、 およそ50万人もの多国籍軍の兵士が作戦に当たった。作戦名は8月10日にアメリカによって決定された。イラクによるクウェート侵攻から7日以内にアメリカをはじめとする同盟国の軍用機がサウジアラビア国内に配備され守備についた。また、イギリスやフランスをはじめとする地上軍も着々と到着した。 8月17日アメリカは初めて民間予備航空隊を動員し民間の航空会社などからボーイング 747DC-8 などの34機の貨物機や旅客機を輸送任務に充てた。またアメリカ軍からは118機の C-5A、B と195機の C-141B、KC-10 を運用した。アメリカ軍と 民間部隊の輸送機運用の連携により、大量の人員を輸送することが可能となった。空輸による物資輸送に関しては、全体のわずか5%のみを占める程度であり、残りの大半は回路によるものであった。これらの作戦に対し、イラクのサッダーム・フセイン大統領は、当初、空軍中心の戦力で、戦局は変わらないだろうというような発言を、多数行い、 多国籍軍の空軍力を見下していた。実際イラク軍は、量的に相当の軍事配備をしていた。しかし、イラク空軍は、陸上部隊への空からの支援が中心で防空に、関しては、限定的であり、結果的には、イラク軍よりも多国籍軍が、量的にも、質的にも大きく上回るものとなった。アメリカ軍は統合化された、指揮統制による、 同時期での機動的な攻撃概念、ドクトリンをこの作戦に採用し、アメリカ4軍を最新の配備とシステムで支えた。8月3日には具体的な空爆作戦も立案し、イラクが管理する大量破壊兵器関係疑惑施設の攻撃による無力化、クウェート内におけるイラク防空能力の破壊、イラク軍全般での無力化、クウェートから イラク軍を完全退去させる地上支援などが含まれていた。また8月下旬までにこの作戦は春雷作戦と名付けられた。1991年に入るとイラクは危機的状況に陥る。アメリカは1月12日にイラク攻撃を議会で容認、15日には国連によるイラクのクエート撤退期限が過ぎてしまったのである。 多国籍軍は9カ国から派遣された装備を臨時体制に置いた。特に航空配備においては固定翼機が2400機、ヘリコプターなどが1400機という具合であった。この中には航海とペルシャ湾で待機する計6隻の空母にある航空機、イラク周辺諸国にもともとあり臨時体制になった航空機が含まれる。イラクに対する空爆は F-117, F-15E, F-111, A-6E, A-7, F, F,、e、F A-18、e、トーネード IDS などの夜間爆撃が可能な軍用機が当たった。また常時攻撃体制に入れる、要、イラク国境周辺では攻撃ヘリコプターがパトロール飛行を行っていた。ありがとうございます。